お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトオールブレイカーデッキ使っていきたいなと思います。というわけで今日はこれはね、僕がね先ほどというかちょっと前に作りました、久々に、ね、作ったデッキでございます。まあ、作ったと言ってもなんかまあよく見る形とあんま変わんないんですけども、まあマザネクね、最近ちょっと僕めちゃくちゃハマってるんですよこいつに。そう、毎日早く情報収集来ねえかなと思いながらクラロやってるんですけども、ちょっとマザネクをねメガナイトオールブレイカーにぶち込んでみました。でマザネクってマジで小物とかほんとスケとかコウモリとかスケラとかにはめちゃくちゃ強いんですけど、反対にペッカとかゴレとかラバとか、まあ硬い系のねベビドラとかにめちゃくちゃ弱いの。だからまあ、軽くないですし、そこを補うためのちょっとねハンターとトリトンですね、まあ、高火力出せるのと大型もね、対応できるようにして、なんか気づけばもうウルトラ大量みたいな感じになっちゃったんですけども、やっていきたいなと思います。なので、まあ、できるだけ小物を引きたいかな、小物系。そう、まあでもこう、まあ、メガナイトのきつい部分はゴーレムだったりするんですけど、まあ、そこもねトリトンでしっかり補っていきつつ、まあ、魔女もね軽くないので、ほんとハンター頼りみたいな本当に魔女いらんじゃんってこう思うかもしれないんですけど、これがねめちゃくちゃ活躍する時もあるんでね、まあ、できない時は他のカードでねどうにかカバーしてあげるよという感じです。さあ、ダクネトルネですごいもうゴレの香りしかしないんですけど、さあこれちょっと血メガでいい気がするな。今相手僕のマザネクにライト打って結構エリアド取ったと思うんですよ。さあ、まあゴレ、さすがにゴレかな、まあ、メガナイトダックハンターか作りつつ、いやトリトンでもいいのかな、トリトンでもいいや、ちょっと攻めますからの U の追加して、ここちょっと突破したいですね。でなんならウォールブレイカーも追加していい気がする。でいや、しかもアイウィズ処理してるのでいけ、いやこれザッポシ、いやいいいいいい、めっちゃやる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 し、しかもなんか相手トルネやってましたね。さあ皆さん、これなぜこうなったか分かりますか。この順をこうねたどっていくとマザネクなんですよ。相手マザネクのね圧にビビってライトニングって、それによって今ねヒギワンパンいや本当に本当にそう、ちょっと無理があるかもしれんけど、いや本当にね、そんなわけで、でここね後ろからメガナイト組んで、で守ろうとすると多分ね守れないというかきついんですよ。なので僕は結構攻めます。僕は攻めて相手に防衛コストを使わせて、で僕はこのトリトンともう一個で相手のね攻めを守るって感じかな。よし、さあこれちょっとあれだな、殴られてからでもよかったかもしれないですね。まあまあ、ハンターが残るか残らないかみたいなとこだったんですけど、まあ言うてね、悪くはないですね。しかも、こっから、僕はね、キング狙えるので、いやこれはちょっとトリトンが引っ張っちゃうから、早めにもう、引っこ抜いて、なんなら一応もう一体トリトンがいるんでね、僕は。さあ、豚が時間稼ぎをしている。で、マザネクにライトを使ったら、こっちのね、ハンターが生き残るよと。で、ウォールブレイカーでちょっとね、プレッシャーかけつつ、みたいな。さあこれは勝ったんじゃないでしょうか。なんならもう相手諦めた説もないこともなさそう。このマザネクがね、なんて言うんだろうな、後ろから出せるっていうのが強いのかな。こう前までこのメガナイトオールブレイカーって結構コウモリ系だったと思うんですよ。コウモリと、まあ、マスケットだったり、コウモリとまあハンターとか、まあ、サンガゴとかだったと思うんですけども、この後ろから出せるのがマザネクとハンターがいることによって、相手にねこのマザネクにファイボとかライトニングを打たせられるんですよね。まあ、そうすると今みたいにハンターが生きると、まあ、逆もねありますね。相手がハンターにねファイボとか使ったらマザネクが生きてくるよっていう、まあ、そんな感じでね、まあ、なんか今まではザップをコウモリに打たせてウォールブレイカー通すとか、メガナイトウォールブレイカーって若干ザップ枯渇気味だったんですけど、まあ、今回なんかファイボ枯渇気味のメガナイトウォールブレイカーというわけで、さあコカッちゃんかな、ゴブリンバレルプリンセス枯渇デッキですね。で枯渇に対してはまあザップしかないんですけども、ハンターをタイミングよく出せばゴブリンバレルってねハンターだけで完封できるので、ちょっとそこをねできるだけ意識してやっていければいいかなと思います。そしたら攻めでザップ使えるんでね。うん、いやここは言うのか、
言うのがナイス。でまあ攻めちゃって、これなんもないターンはしょうがないですね。ちょっとユニットで守ります。ケツメガからのかな、ケツメガしたいっすね。プリンちゃんがすげえ厄介な、ケツメガからの、まあ、とりあえず様子見ていきましょうか。ちょうどあのテスラもメガナイトが相手陣地行く頃には壊れると思うので、まあ、メガナイトユーノの、まあ、ギャングに対してマズネに行くとかかな。でもナイトで受けてくると思うんだよな。いや、テスラ残ってるの嫌だな。さあ、これちょっと地味にうざいっすよ、この形。で、ここちょっとザップって、マザネクが豚を、いや、しかも、メガナイトがプリンを処理して、いや、このね、この豚がね、ユーノのタゲを取ってると思いきや取ってないけど、いや、めちゃくちゃいいリガーして、さては。いや、これは、いや、鬼入ってる、鬼入ってる。いや、でけえ。いや、これがね、だからマザネクがいいとこ取りした感がすごいあるんですけど、ちょっとハンター合わせますね。で、ハンターで一応、ちょっとタイミング遅かったんですけど、後ろだったので守れましたね。いや、これトリトン残ってくんねえかな。さあ、ユーノは、まあ、メガナイトプラスユーノで突破して、相手がギャングしかいないところでウォールブレイカーを刺す。まあ、そんな感じかな。さあ、あ、ごめんなさい。構えててつい押しちゃった。なんかないっすか。相手の、まあ、なんか来たらやなめ打とうみたいな、プリンセス来たらやなめ打とうみたいなんで構えてて、プリンじゃないのになんか出た瞬間に打っちゃうみたいな反応して、さあとりあえずハンター出して、これはこのままカウンターいけそうですね。しかもなんなら右側はトリトンがあのプリンやってくれると、もう両サイね、自然なカウンターが生まれそう。しかもなんかマザネクって絶妙にロケ打ちにくいっすよね。なんかなんかマザネクに打つっていう感じがね、ちょっとしますよね。あと300なので、しっかりディーガーをつなげてあげてね。やっぱ豚がやっぱタゲ取ってくれるのもよろしいですね。さあナイス、グッドゲーム。いや、これね、僕グラチャで12勝できるかなと思ってやったら11勝で終わっちゃったんですよね。11勝、しかも1敗だったの。そっからなんかペッカとラバル引いて両方ともあとちょっとだったんですけど、なんかね、勝てなくて、はい、12勝できなかったんですけど、全然これ結構ね、普通に公式戦でも使えるんじゃねっていうぐらい完成度はある気がしますね。まあなんか、もともとっていうか、メガナイトウォールブレイカー自体が、まあちゃんとしっかりしたね、あの形、メガナイト、ハンター、トリトン、いればまあ、基本的にやっぱ何でも戦えて、そこでさらにマザネクっていうね、ところで、やっぱ相手対応慣れてないんですよ、最近。最近っていうか、マザネクマジで、本当に使ってる人いなさすぎて、マザネク使ってると結構ね、事故ってくれたり、まあ、スケラ引いたらもう勝ち確だし、みたいなところで、意外とね、今みたいに枯渇でも戦えるし、結構強いんですね。さあ、よろしく。というわけで、うん、枯渇中だ。ハンターで、あ、ちょっと遅かったかな？もうね、0.数秒早いと、あれですね、枯渇バレルを完封できるので、皆さん大事にね。さあ、吹き矢か、バレバレか。まあ、バレバレも嫌ですけど、まあ、さっきみたいな感じのね、ちょっとサイクルでできたいですよね。いや、ここはどうだろうな。ケツメガから行っていい気がするな。あのプリン、ケツメガで美味しくいただいて、まあ、スケバレとバレルがちょっと厄介ですよね。さあ、まあ、あと相手は、ユーノかな？お、プリンス、アウプリか。あー、なるほどね。そっち系か。いや、これちょっとやばいかな。あの、端前。てか、そうだ。いや、これは終わったくせ。やばい。ちょっとやったかもしれん。いや、これちょっとちょっと攻めちゃいたい。いや、待って、攻めすぎたかも。あ、やったっすね、僕。いや、アウプリは、やばい。やばいし、やりすぎちゃった。もともとやばいのに、なんか、自らやっちゃったっすね、これ。いやー、やりすぎた。痛え。これが終わった。ちょっと、しゃしゃった。いや、マジで、アウプリだと思わなかった。いや、これはね、良くないっすよ。この、デッキをね、決めつけるっていうのを、久々にね、あったな。なんだろう、その、バレバレ枯渇とか、ないなりだろうと思ってね、ちょっと勝手にやっちゃうと、こうね、巨助出てきて巨助倒したから、めちゃくちゃユニットフルカウンターしたらメガナイトで踏まれるみたいな。なんかね、そういう感じっすよね。いやー、アウプリか。最近ちょっとさ、アウプリあんま当たってなくて、アウプリっていう概念が俺の中になかったっすね。吹き矢出てきた瞬間にもう、バレボレ枯渇だと思っちゃったっすもん。ね。いやー、しかも、プリンス出てきて、
確定でアウトローがいるんですよ。確定でアウトローがいるのに U の追加して、しかもザップまで打って、いやー終わってた、プレイが終わってたな。さあこれはもうね、多分きつい気がすんな。アウトローをどう処理していこうかって感じかな。処理できないんですよねこれが。まあなので今回はちょっとやっちまいましたよ。まあでもこの U の追加のね、こういうのでちょっとおしゃれに、うん、トリトンがなんか手助けしてたな。まあ、ダメージ入るものの、あと30秒か。マゾネクで左に豚を2体ほど送ろうかな。1体しか送れんかったし。からの、いやー、まあこれじゃあどうやって勝つのっていうところなんですけど、まあ最初の僕のね、変なシャシャリがなければ、一応耐えることはできると思うんでね。ずっと僕は攻めずに耐えて耐えて、最後に、まあ、カウンターで狙っていけばよかったかなと思います。さあグッドゲームでございます。いや悔しいな、ちょっと怒っとこう。初手ワンパンされちった。さあまあそんなわけで、お、20しか減らねえ、ラッキー。よし、まあなんだろうな、なんか枯渇は個人的にはそんなにきつくない気がしてて、まあディガがあるからかな。やっぱペッカかな。ペッカがきついな。ペッカと、なんだ。ゴレもなんか意外といけるんですよね。意外と。大変なんですけど。さあ、よろしく。あーちゃん。クロスかな。あー、クロスもね、結構泣くっすね。泣きたくなっちゃうっすね、クロスも。いやー、来た。建築だ。これね。まあ、クロス立てられた時に、なんだろう、メガナイト出してもナイトで抑えられてみたいな。でマザネクもファイボで行かれる、好きかな。ザップチョいらなかったけどね。さっきからちょっと余計なことしがちだ。まあそういう日もちょっとありますよね。さあここはまあいいんじゃない。これはちょっとケツメガしちゃいます。なぜなら今相手がファイボを使ったので、もしクロス逆サイ来てもタワーにわざと攻撃されて許容からのフルカウンターで両サイいけるかなっていう感じかな。なんか守るというか、ほどほどに守ってカウンター狙うって感じですね、常に。さあこれはマザネクが頑張れるんじゃない。いやこの豚で、いや豚で、うわ待って、いやめっちゃいいけどこれファイボで終わるかな。いや残るって、いやー残んねえか。いやマザネク結構いい活躍してたぞ今。まあ、豚がね行かれちゃったんですけど、まあディガーがワンテンポ早けりゃぐらいか。まあまあまあ一応削りとしては今優秀でしたね。さあ1500まで削りました。こっから耐えれるかな。耐えつつ攻めつつっすね。でもまあ相手もスケで蓋とかもなんかなかなかしにくいと思うんですよ。これ多分ナイトだと思うんで、ナイト引っ張ってメガナイトがクロスこれで攻撃できます。よし。で、ワンチャンスケ来たら、ザップ。うん、マザネクのコスト取ればマザネクだったんですけど、なかったんで。これ相手、ウッドとか使えば、オールブレイカーが入る。うん。さあ、からのもう一回いきますね。メガナイトル踏みたい。いや、来ない。いや、来る。これ一応、ジャンプジャンプっていう、ちょっとおしゃれに見せていきます。からの。で、ディガーで削っていきます。で、相手は、ここにスケか。はい。OKOK。クロスは、もう守るだけでいいですね。なんか、僕はまああと、ディガで削るって感じなので、で、なんとなくハンターとか出して、おい、当たっていく。でしかも、言うのが、ピピピしてるんで、ファイブ当たらない。で、時間稼いで、よしよしよし、いや、流れはいいですね。しかも、なんなら今、相手ファイブを使ったから、後ろからマザネクとか出して、ディガー警戒用のなんか、ユニット来てもおかしくないんですけど、さあここ今ディガー飛ばしてもどうせ拾われるんで、ちょっと飛ばさないでね、いきます。でメガナイトも多分出す必要ないと思うな。なんか変に出すとエリアド取られるだけなので、デスケかな、アーチャーか。まあ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 、いやいい、いやいいよ、いや頑張れてる。さあトリトンで、いやここちょっとやばいですね、ちょっとだけ怖い。こうマザネクでちょっとなんか程よく攻撃しときます。ファイブ打ってくる。うん、ディーガーで攻めてスケにザップかな。あースケ使った、でけえ。
ティーガーが入る。さあ残り400が世界一統一だね、この VS クロスで。トルネとかもないので一応剥がされることはないですね。ちょっとウォールブレーカーで確実に壊していきます。相手もなんかこのクロスで突破しようっていう感じでもないですね。なんかさっきからほどほどに守ってるっていう感じ。いやで次の回転かもうちょっと攻めちゃいます。攻めて防衛もさせなきゃいけないですね。よいしょ。さあウッド使ったな。ウッド使ったしウォールブレーカーで攻めて、いやなんならこれ左も折れるんじゃないかっていう。いやーできるだけ低いコストで回していってちょっと竹取んなきゃやばい、まあ、一応ザップで帰れればするんですけどちょっと怖いですね。さあからの、いやこのマザニクをうまく生かしていく。あーイエーイナイス。まあマザニク程よいね、程よい。この相手ファイブをマザニクにやっぱ固定して打ちたいっていう。でマザニクにファイブ打てなかったらちょっとねマザニク残るよねっていうので、さあいやさっきあの枯渇にちょっと負けたのね、すごい痛かったんですけども、ぜひねこのマジマジガチじゃねえな、マザネクメガネとオールブレイカー皆さんも使ってみてくださいってわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。